こんにちは、リュウナンです。本日はこのように、えー、クラブフェイスで遊びというか、リフティングでわ、えー、かること、これを説明したいと思います。まあ、このように、ポンポンと跳ねてるだけなのでよくわかりませんが、大事なことは一つ、この手首、手首をで動かしてやるのではないということです。この手首を固定しておいて、フェイス面が動かさないようにして、体や腕で、 タイミングを取ってあげるフェイス面のコントロールを養う練習になるわけですねフェイス面を動かさずに体の大きな動きでリズムを取ってあげるアプローチとかショットと一緒ですね手首で打つのではなく手首を固定してしっかり打ってあげるそういうイメージをリフティングから持っていただければ良いのではないかと思います